はい、こんにちは、ジャンゴです。今回もドクターワールマリオ、ドクターマリオワールドを、VS モードやっていくんですが、その前に、一回スカウトをして、行きましょう。おー、マリオ引いた。これでね、最初に選べる3人、クッパを選んだんですが、ピーチも引けたし、マリオも引けたので、最初に選べる3人を1人ずつ引けましたね。で、一番下の横一列を消しますか。あ、なるほどね。これは運に左右されない感じがするな、他の消去系だとね。横一列だの、縦一列だの、ランダムに消すだのね。ちょっと、どこが消えるか読めないところがあったので、マリオの場合はちょっとそういう意味では安定感あるのかな。ちょっとキノピオをね、もうちょっと使いこなせるようになったら、マリオの方も使っていきたいと思いますが、今回はね、まだね、ちょっとキノピオをね、使って、やっていこうと思います。ってことで、行きましょう。それまずいな。どうしよう。ちょっと待って。しょうがない。こう消すか。で、こうして、こうして、こう。で、こうか。こうして、これを先に消して、ちょっと待って、いいですか。こうして、こうか。おー、惜しかった。なるほど、なるほど。いや、キノピオはね、忙しいよね、なんか。防御が全然ないからね。今なんか発動してるよね。これで素早くなってるのか。ちょっと待って。赤を早く消さないと。こうか。あっ、ずれた。今みたいにずれんだよな。ちょっと緑早く消さないと思う。ここに緑消すと、ちょっと間に合わなかった。いや、今のどうなんだ。なんか違った気がするな。ちょっと待てよ。
2連勝かな。3連勝で気持ちよく終わりたいな。マリオも弾けたことだし。どうでしょう。おお、こいつ苦手なんだよな。なんか変な妨害してくるんだよ。確か違ったかな。こっちからですか。ちょっと待って、ここかな。なんか急にペースダウンしてしまった。ちょっと待って、あ、まずい。なんか集中力が完全に途切れてる。ちょっと待ってやばい。まずいな、まずいな。これ間に合った。よしよし。ああ、とっとっとって邪魔だな。そう思ったか。ピンチ。ピンチは変わらず。よかったな。はい、ってことで、まあ、今回も2勝1敗かな。まあ、ちょっとずつでも前に進んでる感じはあるけど、あ、なかなか難しいですね。はい、ってことで今回の動画をこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。